兵庫県立柏原高等学校は、兵庫県丹波市にある公立の高等学校。2019年現在は、文部科学省指定事業、地域との共同による高校教育改革推進事業に指定されている。略称は、柏子校。応援歌においても、発校と歌われる。1897年4月26日創立。旧正中学時代には、 柏原中学校、柏原高等女学校の二つがあったが、1948年に兵庫県立柏原高等学校として統合される。その後、旧上郡内に三つの分校があったが、現在では二つは廃校、一つは兵庫県立上西高等学校として独立している。当初は普通科、商業科、家政科、定時性普通科があったが、 1987年からは普通科のみの進学校として現在に至る。2008年には理系コースを前進とする地の探求コースが設置される。また近年は留学生の受け入れや台湾への修学旅行など国際交流が活発で文部科学省のスーパーグローバルハイスクールのアソシエート校にも指定されている。アクセス効果効果は富田再加作士。 山田工作作曲である。文化財2008年にベーシックサイエンスコースから地の探求コースに改祖されたため、理系の生徒だけでなく文系の生徒も入学することができるようになった。近年、答えのない問題に対応する、新しい学力、実践地の育成が求められる、探求型学習活動が重視されているが、授業、探求を教育の柱の一つに据えてきた。 地の探究コース卒業生は約3分の2が国公立大学に進学している。ありがとうございます。